おはようございます。現在海外移住している31歳でファイアシ h a r 投資家です。今日の2021年11月11日のですね、クリプト、仮想通貨とストック、米国、グロース株のニュースを簡単におさらいしていきたいと思います。ということで、ついにですね、2021年の10月が終わって、今日が11月後、あと今年残すところ2ヶ月になりました。ビットコインに関してはですね、残りの2ヶ月でどれくらいがあるのかというのが注目されている状態です。それではですね、今日のビットコイン、 イフィリアム、カルダノ、ソラーナ、フォーカロット、現在の値段をですね、見ていきたいと思います。えー、と2日前と比べて、現在600万円あたり、まあ、日本円にして、えー、これが6万円 US ドルなので、大体日本円にすると650万円とかというふうになると思うんですけれども、えー、1ドル100円換算した場合に大体600万円と、少し下がってきている状態ですよね。でイフィリアム、これもでですね、数日前までが オールタイムハイを超えるのではないかと言われてたんですけれども、結局、オールタイムハイのレジスタンスからですね、えー、跳ね返られて今、4200ドル、45万ぐらいちょっとというところですね。で、カルダノとソラナ、どっちもですね同じ動きをしていて、 下がってきてるんですけれども、まあ、ほぼ停滞状態ですよね。えー、2ドルあたり、あとはこれも195ドル、185ドルあたりを行ったり来たりをしている状態ですね。なので、この過去24時間の動きですね、を見てみると、本当に1%、2%ぐらいしか動いてない状態です。そしてポーカドット、これもですねあんまり変わりがない状態です。 では今日のですね、えー、フィアとグリードインデックス、数日前が66だったんですけれども今日は74になっています。グリードは上がっている状態ですね。えー、なぜか、えー、値段は下がっているけれどもグリードが上がってきているとで。イエスタデ r が、まあ、昨日が73、先週が73、1ヶ月前が27ということで完全にボリッシュ,ッシュになってきているところで、えー、過去数日、えー、どんどん強、えー、欲度が上がってきているという状態ですね。 はい、といととうことで,ですね、新たなニュースなんですけれども、世界で3番目に大きいビットコインのウェオと呼ばれている、かなりお金を持った金融ファンドとか、ですね、このウェオと呼ばれる大きいファンド、エンティティが、37億円超のビットコインをまた買ったというのがニュースであって。 まあ基本的にはこれビットコインとかクリプトに関してはです、ね、ディセントラ,ライズで全て見れるんですよね、トランザクションが。で、このトランザクションのリストを見てみると596ビットコイン、600ビットコイン、まあ、およそ米国ドルにして37ミリオン、37億をですね、買ってるんですよね。で、買った値がたい6万2000ユースドルなので、まあ、650万円。 つまり、かなり今、てっぺんまで来てますけれども、この状態で3番目に大きいです、ね、ウェオがまた買っているという状態です。でこれは何を示すかというと、今、これだけ今、最高の値に来てるけれども、それでもウェーオは常に買い続けていると,ということで、このトレンドとしては、どん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 ですね、ウェールが買い続けて買い増しをしていくことで、まあ、値段が今後上がっていくのではないかというふうに思われます。 で次はですね、これ、えー、前回、2日前に、ニセンスダイアグラムの続きなんですけれども、今、今回、この2021年ですよね。で、2021年の、えー、10月の28日を超えてから、1回ですね、またポルバックして上がってきたんですよね、ここから。えー、5, 5万8000ドルから上がってきて、今、6000、5万 US ドルあたりを行ったり来たりしてると。で、これが、まあ、結局2017年のちょうど10月の26日ぐらいですね。 ポルバックしてまた戻ってきて、11月にから12月にかけてですね、爆上げをしているとで、これがかなり日付とこのグラフもですね同じなんではないかというところで、ここから同じように上げ方をした場合というのは、アメリカドルで10万ドル。 日本にして1000万円は軽く超えていくのではないかというふうなまあ1.6倍上がっていくのではないかなという状態ですねつまり Bitcoin likely heading up to the 1.68 at 84k in early November before a decent pullback folks called top つまりここをみんながトップと呼んでいるところから1.6倍ここから上がるのではないかということでまあ9万ドルぐらいまでいくのではないかなというところですよね次はこのツイートですね Don't let these shakeouts break your long-term conviction Over the last two weeks ビットコインウェー l l y アクシ n a d ビンア g t ン t トゥデ r b バーズということでビットコインの、まあ、ウェールと呼ばれるものですね例えば緑のグラフはこのウェールホールディングズエンティティとして、えー、1000ビットコイン以上持っていると呼ばれているものがウェール、ね、というふうにカテゴライされている中でこのウェールがどんどんですねビットコインを今増やしていっているという状態ですよねで、えー、このグレーのがビットコインプライスこのグレーですねつまり プライスが上がっているにもかかわらず、ウェールと呼ばれる、つまり1000ビットコインで持っているエンティティは、これ買い増しをしている状態であるということで何か示唆されているわけですよね。今後も上がると思っているから、ウェールが買っているということになります。はい。で、次はですね、ビットコインのチャートのですね、テクニカルアナリシス、プライスアクションなんですけれども、前回このショルダーとヘッドパターンから、またフォーリングウェッジパターンがあって、ここの黒いラインですね、59ですね。大体まあ 6万ユーストルをブレイクアウトして下がってここからですね、ここまで下がる可能性もあるというところで、ここがフェイクアウトだったんですね。で、またポールバックして戻ってきている状態で、今ここで今ちょうど6万ユーストル。今この状態でフォーリングウェッジのところちょっと出てるんですけれども、このレジスタンスのところですね、レジスタンスでボックスが形成されていてちょうど6万3千ユーストルのところがレジスタンスで、サポートがだいたい これが6万ユースドルですねで。ここから上がっていくのかもしれないし、ここから下がっていくかもしれないし、ちょっとまだわからない状態ですね。で次はですね、えー、Facebook ですね。みんなが知っている Facebook が、えー、会社の名前をですね、メタに変えたということで、な、ま、ぜ、あ、かというと、えー、下の方で、えー、インタビューに載せたんですけれども、今現在会社の名前は一つのプロダクトに代表されているものしかなくて、それではなくて今後、 これですね。One brand is so tightly linked to one product that it cannot possibly represent everything that we are doing today, let alone in the future ということで、将来的には Facebook という一つのプロダクト以外にですね、エクスパンドしていくので、それに見合った名前としてメタ。メタというのはメタデータとかって言われる、つまり近辺の情報みたいなもの意味ですね。メタデータというのは情報に関する情報。 というふうな意味になっていて、で、これどういうことかというと、例えば僕あんまり私あんまり知らないんですけど、これディセントラランドと呼ばれるバーチャルのゲームですね、3D とか。で、こういうところで例えばゲームが開発されたりとか、あとゲーミングクリプトとか NFT とかですね、バーチャルのところでやっていく。で、これも Facebook の一つになっていくのではないかなということですね。はい、そして次はですね、Ethereum 見てみましょう。Ethereum ですね、先ほど言ったように、えー、過去最大値の4000 4,500ドルぐらいのところのレジスタンスで跳ね返されて戻ってきて今4,200ドルぐらいになっているところですね。今これが4時間チャートなのでこれを1日デイリーチャートとかにしてみるともう少しズームアウトできると思うんですけれどもこれですね。ここのここが前の、えー、今年の5月ですね。4 3 0 0ドル。でそこからまあダブルトップを形成してこれですね。ここでここからブレイクアウトをしてさあの過去最高値を 記録するのではないかと思われたんですけれどもこ,こから結局跳ね返せれている一時的に話し合っている状態で、まあ、かなり強いトレンドですね。今上昇トレンドに乗っていて、えー、簡単ですよね。この状態で見てみると、ここからこういう感じで、あのー、上昇トレンドで。なぜここまでイ t h e ムが値段が上昇しているのかと。で皆さん、NFT とか、いろいろ最近よく聞く言葉かと思うんですけれども、それ以外にも、 イフィリアムを使ったプロジェクトの数がですね、今これ275ある状態なんですね。つまり、それだけコミュニティが大きくて、使用されているがゆえに値段も上がっていくという状態のようです。で、他にもですね、これを見てみると、この赤い線というのが、えー、イフィリアム、で、グレーがビットコインの、このトランザクションフィーの、えー、この2017年からですね、今現在までのトランザクションフィーのグラフなんですけれども、 イティリアムのトランザクションフィーめちゃめちゃ高いんですね。俗に言われるギャスフィーと呼ばれる、つまりイティリアムを ECR20 のネットワーク上で例えば送信したり受け取るだけで、その時に例えば銀行の送信料みたいな感じで手数料が取られるんですよね。それがイテリアムがめちゃめちゃ高いんですよね。で、なぜこんな高くなっているかというと、最近爆発的に増えてきているこの NFT のポピュラリティと NFT を売買する時に基本的には一番大きいオープンシーという プラットフォーム、この NFT というものを売り買いする Amazon みたいなものと思ってほしいんですけども、そのサイトで使われているブロックチェーンのネットワークが Ethereum のネットワークなので Ethereum で取引をすると、そうすると Ethereum の手数料がかかってしまうと、それ,はこれが今かなり上がったり下がったりするんですよね。 で実際問題ですね、こう見てみると、Ethereum のガストラッカーという、まあ、ダッシュボードがあって、実際ユニスワップというところで、スワップをするだけで、まあ、1万5千円ぐらいかかってしまうと、取引手数料のみで、それだけ Ethereum のガストリーがめちゃめちゃ高いと。だから単純に考えると、高いから使わなくなると思うはずですよね。 ただ実際には、このバーンレートと言われていて、まあ、基本的にビットコインもそうなんですけれども、あとは同時コインも失敗にもそうですが、あの基本的にはビットコインのように存在する数がですね、限定されればされるほど希少価値が高くなりますよね。ゴールド、金もそうで、ゴールドは、えー、無限にはないので値段が高騰すると。石油もそうですよね。で、イフィリ e 今やってるのはバーンということで、燃やしちゃってるんですね。消しちゃってるんですよね。ビットコインもそうで、燃やして、 変える数を減らせば減らすほど気象価値が高まって値段も上がっていくと。ということでこのバーンレートが1分で10イフィリウム。で、今現在の値段で言うと1分間で450万円ほどどん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 燃やしてバーンして消していってるという状態なんですね。だから気象価値も少しずつ上がっていくわけなんですね。今のイフィリウムのエミッション、ガスを見てみるとだいいまちょうど中間ぐらい。 でこれが上がったりするんですね。NFT のトランザクションの増減などにより。で、これがですね、バーンでイティリアムのトータルが93,000イティリアムということで、9万3000、えー、イティリアム。米ドルにして394億円ですよね。およそ400億円のイティリアムが消えていったということです。 はい。ということで、えー、今日はこれでニュース終おりにしたいと思います、うんえー。今日からですね、新しい次に入って、残りの2ヶ月でビットコインがどれだけ上がるのかというのがかなり注目されています。ニュースではここからですね、100K、えー、100 200K に行くかもしれないと、えー、1000万、2000万いくかもしれないと、そうするとかなりのですねアクセデ,デンタルミリオネが発生するわけなんですよね。アクセデンタルミリオネというのは、 えと突然突発的に偶然で、えー、ミリオネーになってしまった億万長者ですよね、えー、この期間でもしにあ2000万円まで上がったとしたら今までの、えー、歴史上で最も多くのウェオフつまり資産を、えー、増やした期間になる可能性があるので、えー、かなり注目ですそれでは皆さん、えー、また次のニュースでお会いしましょうもしよければコメント、ライク、サブスクぜひお願いします